じゃあスパルと申します。11月26日日曜日、睡眠レポート見ていきたいと思います。満月の夜が近づいてまいりましたね。さあ、ということで、それはすなわち EV ウィークがの終わりが近いということではあります。なんか昨日はやたらすやすや寝てたみたいですね。さあ、すやすやタイプになるんでしょうか。さすがにすやすやタイプになりました。もうね、あと2日しか EV ウィークがないということなんですけれども、色違いの EV、 そして、ニンフィア、リーフィア、サンダース、いずれも見られていないということで、今日すやすやだからね、サンダース、ニンフィア見せてほしいなというところ。本日の眠くパワー5914万6600でいきたいと思います。眠気パワー的にリサーチ EXP は3000もらえたら上場というところでしょうか。さあ、見ていきたいと思います。お腹の上根がいます。まずこのお腹の上根、非常に重要だね。誰が来るかによってリサーチ EXP の分配が大きく変わってくるかなと思います。さあ、誰見せてください。カーメ、ゼニガメ、ゼニガメ、ゼニガメです。ゼニガメ、ピカチュウ、石つぶてと、大丈夫早速進化後っぽい子たちがいない、しかし、そして EV もいないというレスタートとなりました。ゼニガメのお腹の上ね、705リサーチ EXP です。さあ、本日ね、幸運の子を使っておりますので、夢のかけらはたっぷりゲットできたよというところです。さあ、ドキドキ。残り6体となりまして、不思議種が1体いるので残り5体ですかね。ぐーるっと見ていきたいと思います。いやー、頼みます。今日はおっ、ダブソルちゃんはめっちゃ嬉しいし、 EVEV もめっちゃ嬉しいんだけど、ちょっと待ってね。オッケーオッケーオッケー。とりあえずアブソルのこの嬉しさをで噛み締めよう。アブソル星に危険察知ね。かっこいい子が寝ててくれましたね。お、危険を察知して大丈夫っぽいかなって感じでね、寝ちゃう。そんなアブソル危険察知ねです。はちゃめちゃだこれ。眠っていてもアブソルの弓なりの角はピンと張ったままなんだ。危険を察知する能力は寝ている時も健在だと言われているよ。かっこいいアブソルちゃんです。そしてイーブイーブイとなりましたね。さすがここはね、すやすやタイプというところでしょう。しかしながら色違いはやはり見られずとなりました。そしてサンダース、ニフィアいるんでしょうか。非常にドキドキ。あと不思議だねは星2、そして大きなお手手が見えました。これはケッキングですね。大の字ね。膝抱えねはリオルちゃんということで、これは以上の皆様ということになりましたでしょうかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 体ということで、ニンフィア、リーフィア、サンダース、未だに見られずというね感じになりました。いや、このまま中ピックアップゼロで終えてしまうんでしょうか。明日1日しかありませんせめて今しか見られないリーフィアちゃんは見ておきたいね。さあ、不思議だね、踏ん張りね、可愛い瞬間、ケッキング、大の字ね、リサーチ XP 高すぎ、ピカチュウ、垂れ耳ね、本当に可愛いこの寝方。そしてイーブイも垂れ耳ね、ちょうど雲がかかってる瞬間、丸々ね、イーブイ、膝を抱えてるリオルちゃん、腕組み、石つぶてとなりましたね。いやー、確かにね、他の睡眠タイプからバランスよく出つつも、すやすやタイプ貴重ではあったんですけれども、ニンフィアちゃんたち見られずとなりました。さあ、ということでおやつタイムやっていきたいと思います。いやー、今日でもこれはやっぱアブソルなんじゃないかな。 OK、 じゃあちょっとね、アブソルと真剣勝負しましょうかさあ、じゃあまずボーナスサブレ上げていきたいと思います。美味しいボーナスサブレです、アブソルちゃん、よろしくね。ね、今後ね、ウノハナ雪原でもね、会うことできるかなと思いますが、アブソルはちょっと全力目で言っておきましょうか。スーパーサブレがもう相当にて心もとなくなってきてはいるんですが、で基本的にアブソルちゃんだったりね、こう無進化のなかなか出会えないレアなポケモンたちにあげるためにスーパーサブレ温存しておりましたので、もう1枚ぐらいあげたいところ。さあ、あげていきましょう。スーパーサブレ、うおー、スーパーサブレをめっちゃ投げるのは本当にこう来るものがあるね。でもアブソルが嬉しそうなので OK です。さあ、ということで本日はね、3枚食べたところでアブソルちゃん満腹ということで、9ポイントね、仲良くなれたので、次回出現した時にお迎えできたらいいなというところですね。
さあ、ケッキング先生、ケッキング先生もなんか1体ぐらいお迎えしてもいいなという気持ちがあるんですけれども、記念に1枚投げとく？いや、無課金だからセーブしていこうか、そこはさすがに。ねえ、ということで本日のおやつタイム終了していこうかなと思います。 OK、 そこはさすがにちょっとアブソルちゃんにあまりにも使いすぎたので、財布の紐が緩みかけたところしっかり締めながらね、終えていこうかなと思います。さあ、ということで今日の1枚、でもちょ、 EV がいたら EV にしようと思ってたんだけど、なかなか出てこないポケモンはやっぱり送ってあげたいし、この2人ね、並んでいる瞬間、アブソルの危険察知ねに今日の1枚はね、しておこうかなと思います。さあ、ということでアメちゃんたち、こんな感じになりましたね。やる気者育ててるので、生ケロのアメめちゃくちゃ嬉しいですね。さあ、ということでリサーチ XP は2800ほどもらいました。ランクはね、ギリ上がらずということなので、明日41にね、上がるかなと思います。さあ、ということで戻ってまいりまして、1週間ね、楽しかった EV ウィークもいよいよ明日の朝で終了ということになりますが、明日からはね、3日間グッドスリープデーも始まっていきます。まあ今日の夜からと言った方がいいかな。今日がね、 EV ウィークとグッドスリープデーが被っているということでね、眠気パワー 1.5 倍でレアなね、ブイズちゃんたちの寝顔を見られたらというところではあるんですけれども、チューピックアップにピッピちゃんたちも追加されるということでね、一体どのようなリサーチ結果になるでしょうね。私もね、若草本島マスター11まで来まして、だいたいリサーチ XP 的には明日3000前後ぐらいになるのかなというところなんですけれども、3000あって EV ちゃんが出てくるとして、お腹の上根じゃなかった場合、垂れ耳根がね、130ぐらいしかないので、他かなり強そうなメンツで固まってきそうかなというところはありまして、そういう意味ではね、ピクシーちゃんだったりサンダース、リーフィア、ニンフィア見られたらなというところなんですけれども、いやもうわかんない、もうここまで来ると本当にわかんない。結局ね、メインアカウント中ピックアップゼロで終えても全然おかしくないし、色違いも2アカウント両方ゼロでフィニッシュも全然ありえそうだなというところではあるんですけれども、もうあとは期待してね、お祈りしていくしかないので、満月に願いを込めまして今日もね、お休みしていこうと思います。またね、毎回行っていましたグッドスリープデーのタイミングのポケモンの色違い確率についてなんですけれども、今回はね、初日 EV ウィークと被ってしまうこともありまして、ブイズちゃんたちのね、集計もしなければならないというところなので、今回ね、グッドスリープデーの色違い確率の調査はお休みしようかなと思いますね。毎回ね、楽しみにしてくださっていた方いらっしゃいましたら申し訳ございません。もしかしたらね、こう何かの間違いで最終日だけグッドスリープデーと被っている最終日だけ EV の色違い確率跳ね上がるみたいなね、結果になるかもしれないですからね。まあ、ちょ、全然わかんないですけど、ちょっとね、今回はそんな感じでご容赦いただければなと思います。いやね、本当に1週間、まあ、まだ終わってないんですけれども、非常にね、たくさんのコメント頂戴しまして、本当に返せてないの申し訳ないんですが、本当に助かりました。ありがとうございます。来週ね、なんとか集計して、色違いが上がってますよというポケモンのざっくりとしたね、確率割り出せたらなと思います。どうかのんびりお待ちいただけたら幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと、動画制作の励みになります。いつも本当にありがとうございます。コメントも嬉しいです。そんなわけでね、EV ウィークが終わってしまうの結構寂しいな、EV ウィーク。私ね、こうどちらかというと EV をゲーム的に探していた、狙っていたわけではないんですけれども、やっぱね、こういうイベントというのはね、始まったら楽しいし、終わる瞬間は寂しいものですね。しかしね、きっとね、12月何かしらのイベントまた来るでしょうから、それにね、思いを馳せながら、のんびりまったりプレイ続けてまいりましょう。多くの人はここから EV ちゃん150時間睡眠やることになるのかな。来月クリスマスぐらいのタイミングではね、皆さん一斉に進化したりするのかもしれませんね。いいクリスマスプレゼントになるといいな、なんて思ってます。それでは EV ウィーク最終日、そしてグッドスリープで初日眠気パワー 1.5 倍。明日に思いを馳せながら残りの休日楽しんでまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。